アヒロミは、日本の実業家である。旧姓、金子。1998年より、中華料理チェーン餃子の満州の社長を務める。1962年、金子梅吉の娘として埼玉県に生まれる。その2年後となる1964年に梅吉は全職の牛乳販売業から転身し、埼玉県所沢市に中華料理店。 満州座とを開店した。広見は1982年に、下越女子短期大学卒業後、食品商社に入社。4年間勤めた後、結婚を機に退社。結婚式まで日があるなら、社業を手伝ってはどうか、と梅吉に誘われ、1986年に餃子の満州に入社した。会社員時代の経験を生かし、コンピュータによる経理や、 受発注のシステムを構築。1998年には、父の梅吉に代わり、餃子の満州の社長に就任した。入社して間もなく、各店舗の帳簿上と実際の原材料費の誤差が大きいことに気づく。店ごとに盛り付けにばらつきがあることが判明し、マニュアル化することにより、店舗ごとの味のばらつきを抑えることに成功した。社長に就任してからは、 女性経営者として、女性従業員が働きやすいよう営業時間の短縮や中華鍋の軽量化などの施策も行っている。餃子の満州の3割うまいのキャッチコピーが添えられたマスコットキャラクターのランちゃんは11歳頃のヒロミをモチーフにしたものである。ありがとうございます。